どうもこんにちは、ヒョッキーです。今日紹介する商品はこちらです。シャモ宿毛スプレー。美容室とかでやるとやっぱり料金高いじゃないですか。それでなんとか自分でできないかなと思ってこれを使ってたんですけど、ただね、シャンの宿毛ってこう美容室みたいにこうちゃんとまっすぐなんないんですよ。それで何が違うんだろうって美容室で研究を重ね研究した結果、あることに気づいて、それをやったら美容室並みにまっすぐになりました。今日はそれをやっていこうと思います。じゃあまず開けていきます。1液と2液が入っています。で、トリートメント、で、トリートメント2 で、コーム、櫛ですね。櫛と説明書とこの手袋が入っています。まあね、やり方はね、髪洗って、で、この1の液をまず塗ります。塗って10分から15分を置いて、で、シャンプーしないで洗ってくださいって説明書には書いてるんですけど、シャンプーします。で、軽く拭いて乾かさないで湿った状態で、次はこの2の液をつけるんですけど、自分の場合は乾かして、で、ちゃんとアイロンします。ヘアアイロンしないでと書いてるんですけど、ヘアアイロンします。で、2の液をつけて固める。そうするだけで本当にまっすぐになります。これしないでと書いてあるんですけど、した方がいいですそう、シャンのやつだと美容室より液の強さが全然違くて、市販のやつの方が液がだいぶ強いんですよ。それで髪が傷むからやんないでって書いてるんですけど、します。しないと伸びません。じゃあレッツスタート。じゃあまず髪を洗って、髪がちょっと濡れた状態でこれをつけていきます。1の液を、じゃあそこまでスキップ。はい、髪洗ってきました。1の液をつけます。手袋めんどくさいんでしません根元には塗らないで1の液を塗っていきます。マジで髪が硬いんで、自分ほんと癖毛が自分強いんで、髪の毛からほんとチン毛が生えてるみたいで、女の人はこのこれを2個買った方がいいですね。1箱じゃ足りません。初めてやる人は髪の毛1本抜いてこの1の液を塗って様子を見るんですよ。で、すごくこうビョンビョンし始めたらいい時間なので、その時間帯を覚えておくといいです。人によってこう髪の硬さが違うんで、これ大体このなんか時間が書いてあるんですけど、自分の場合この15分だけじゃ足んないんで、大体2、30分置きます。で、櫛で溶かす。はい、で、ある程度溶かしこうコーミングしたら大体2、30分、自分の場合は20分置きます。なるべくね、あったかい場所でね、こうやった方がいいですね。冷たいとこう伸びるのが遅くなってしまうんで。はい、そうしたらまた次までスキップ。はい、じゃあ時間が経って大体2、30分ぐらい経ったんで、洗い流していきます。はい、髪洗ってきました、シャンプーでね。で、ドライヤーで乾かしちゃいけないんですけど、ドライヤーで乾かして、で、その後にアイロンしていきます。はい、乾かしました。そしたら伸ばしていくんですけど、その時にこうまっすぐこうピッてやっちゃうとこうスネ夫みたいになっちゃうんですよ。なんでこうなるべくこう内側にこうカーブをかけながらアイロンしていくとこう持ちがいいです、宿毛。じゃあアイロンしていきます。スキップ。はい、アイロンしてきました。アイロンは絶対した方がいいです。アイロンしてこう形をこう、お前の髪はこうだってやってあげて、この2で固めてその状態を維持するんですけど、このアイロンすることが一番大事だと思います。うんじゃあ2をつけます。2はね、ちょっとたっぷりつけてね、根元までちゃんとしっかり。はい、髪洗って乾かして、で、最後締めにまたアイロンしたんですけど、見てください、ほらめっちゃサラサラ、根元までほら綺麗にサラサラで、どうせまたすぐ宿毛が落ちてかけなきゃいけないんでしょって思う人いるかもしれないけど、これ2ヶ月持ちます。
そう、アイロンすることによって本当にだいぶ持ちが違います。なんでこれアイロンしちゃダメって書いてあるんですけど、こう気にせずやってください。髪が傷んでる人はちょっと低めの温度でこうね、やってください。で、ドライヤーするときはちゃんと絶対ちゃんと乾かしてからアイロンするようにしないと髪が焼けます。そう、ちょっと半乾きでぐらいでこうアイロンするとチューッとか言って煙出て超髪が痛むんで、絶対完全にドライヤーで乾かしてからアイロンして二の液でちゃんと固めてください。いかがだったでしょうか。ぜひ皆さん買って使ってみてください。はい、今回の動画はこれで終わりです。見てくれた人ありがとうございます。チャンネル登録ぜひお願いします。 See you. Bye.